タワー42シティオブロンドンで最も高い超高層ビルであるタワー42はイギリスロンドンのシティオブロンドンに位置する超高層ビルである。シティオブロンドンでは最高層のビルであり、ロンドン全体でも5番目に高い。もともとはナショナルウェストミンスター銀行のために建設されたものであり、当初はナットウェストタワーという名称であった。上空から見たこのビルは 三つの山形門が六角形を形作るナショナルウエストメンスター銀行のロゴマークを模した形をしている。タワーはイギリスの建築家リチャード・セイファートによるデザインでオールド・ブロード・ストリート25番地に位置している。タワーの建設は1971年から1979年まで行われ1980年に開業、総工費は7200万ポンドであった。 タワーは183メートルの高さを誇り、1990年にドックランズでワンカナダスクウェアが竣工するまでイギリスで最も高い建築物であった。シティオブ・ロンドン発の超高層ビルという地位は、ナショナルウエストミンスター銀行にとって大成功となったが、当時ロンドンが設けていた建造物の制約を大幅に逸脱した建物であったため、極度に論争を呼ぶものでもあった。 建物はかなり強固であるものの著しく利用可能なオフィス空間を制限したカンチレバー構造のフロアである巨大なコンクリート軸を基礎として建設が行われた。オープンして間もない頃はこの点に関して特に考慮されなかったもののその後シティオブロンドンで起こったビッグバンが銀行における通称のあり方を変化させタワーは取引を行う広いフロアが不足していたために 時代遅れの建物となってしまった。このカンチレバーは、タワーが唯一発展した建物であるとして、建設を許された際、隣接する銀行の建物を尊重する一方で、タワーとその近隣に認められている空間圏をうまく利用するため建設されたものだった。またタワーは、短い期間、世界で最も高いカンチレバー構造の建物として、君臨した。 1993年4月24日、IRA 暫定派が、シティオブロンドンの一角をなすビショップゲート地域、一帯で大量のトラック爆弾を爆発させる事件が起きた。この爆弾は、ナットウエストタワーとその近隣にあった他の多くの建造物まで広範囲にわたって、損害を与え、10億ポンド以上に値する被害をもたらした。タワーは深刻な被害に見舞われ、 建物全体の再建と内部の改装を余儀なくされた。改装後、ナショナルウェストミンスター銀行は以降はタワーを占有しないことで決定を下し、タワーの名称をインターナショナルフィナンシャルセンターと書いて建物を売り出した。その後建物は購入され、新たな所有者となったイギリスの小さな不動産会社、グレーコート社は、 建物が42階あることから名称をタワー42と正式に解消したのである。現在タワーは多目的のオフィスビルとして複数の企業により所有されている。タワーは最上階である42階にバーティゴ42というシーフードとシャンパンを中心としたバーを有している。その高さは西向きでロンドン中心部とそれを超えた場所まで一望できる。 最高の眺めを顧客に提供している。地上から見上げたタワー42。ありがとうございます。